それではですね、収穫時期の見分け方についてご紹介いたします。スイカにはですね、このナリヅルの元にですね、この巻きつると小さい葉があります。このようにですね。で、まず最初に、先にですね、この巻きつるの方が枯れ始まってきます。これが枯れ始まるのが、着果後30日くらいからですね、これ枯れ始まります。そうしまして、40日くらい経つとね、これ大体元まで枯れてきます。で、この、その、小さい葉ですね、このナリヅルの元にあります、小さい葉。これも枯れ始めるんですが、これが大体30日くらいになるとね、この先端の方が枯れ始まってきます。こちらはもう全部枯れてますね。このように、枯れ、どちらもナリヅルと葉が両方枯れれば、これは収穫できるということです。もう実が入って、完熟しています。で、こちらはですね、まだこちらの葉が枯れないということで、これはまだあと1週間から10日ぐらいですね、なるとこの葉が大体枯れてきます。そうしますと、大体これも収穫できるということですね。大体私の見方としては30年くらいスイカ作ってるんですけれども、大体これでやると大体間違いないですね。この辺の表面の肌もね、ボサボサしてくるんですけれどもね、この2つだけ見ただけでも大体間違いないです。両方枯れれば収穫できると。片方だけではまだちょっと早い、つるだけが枯れてこっちが青いということではまだちょっと収穫には早いということです。ナリヅルが完全に枯れまして、この小さい葉の方が7割型ですね、枯れてきて、元の方がちょっと青いぐらい、こうなればもう大体収穫できますね。これはもう完全に枯れてるので、これは完全に収穫できます。これもあと1週間から10日経ちますとですね、この葉がずっとだんだん枯れてきまして、この枯れてきます。そうしますとこれも収穫できるということです。大体収穫以上ですね、以上この巻きずると小さい元の葉の枯れ具合を見てですね、収穫すれば間違いはありません。皆さんもやってみてください。